ト納豆が届いたんで、みんな見てくれ、見てくれって言っても映像ないんだけど、院長かわいいぞ。水戸納豆にがり水仕込み、なんかめっちゃ短いホットパンツみたいな、わあなんかエロいぞ院長のくせに。なんかモコモコの部屋着着て、上からドテラ、うわドテラ月の水戸概念いいな。紙がイラストが入ってます。ASMR って言ったらネイルタッピング欠かせないよな。爪でトントンするやつで、わら、なんか想像の中の納豆って感じがするな。本格的な納豆のイメージ通りみたいな。江戸時代じゃん、完全に。なんか江戸時代って感じがする。わかんない、江戸なのかどうか知らんけど。わ、わらじゃん。語彙力がなさすぎる。でわらに直で入ってる。砂糖のご飯の上にかけていきます。あ、いい音。これがこれいい音だな。これって混ぜられるのかな。どうやって混ぜるんだ。わかんない。俺の納豆知識が通用しねえ。やるな、水戸納豆。納豆好きパンピーでは常識が通用しない。なぜなら藁の中に入ってるから混ぜらんねえ。移して混ぜるのかな。映す瞬時も藁の音が
のスパーサが下がってる。糸剥かれた。食っていくか。食レポ力じゃ食レポできねえけど、うめえわ。納豆でも物の違いってあるんだなっていう。うん。なんかブランドの違いみたいな。正直大粒小粒とかひき割りとか。種類だけ気にして食べてきたけど、単純に味が違う。多いけど、まだ1個で1回で食べきれちゃうね。これだけうまいと。
ちゃうものみたいですね。取ってきます。取ってきました。お茶入れます。過ぎたかと思ったけど、納豆の量が多かったから結構適量だったかも。あ、音が変わったな。ちょっと好き嫌い分かれそうだけど、水成分の多い音になった。聞いてる時の水成分多いのは好き。引き込まないといけなそうなんで、ちょっと音がねうるさくなっちゃうからこの辺にしときます。じゃあ聞いてくれてありがとうございました。ガチ納豆 ASMR かっこ